めっちゃかっこいい。その弾道は見られへんわ。ちょっとおかしいよ今日。ここから見てても消えます。このカメラじゃ分からないわけだもんね。なんか前コメントで来とったな。なんかクルちゃんの7番アイアンの250で、はいはい、打ち下ろしやんけって来とったけど、打ち下ろし、どこかやどういうこといや、ほんまにもう速攻でコメント消しちゃったけど、いや大丈夫ね、おかしいんちゃう。いや、ほんまに。いや、だいたいこれ今1回やしょ。はぁ、いやぁ。でっかい。終わりますか？潰れることやばいな、今日。やばいっす。TM ドリル最強やん。TM 最強です、マジで。すごいドリル考えてしまった。やばいっすね、このドリル。いや、いいですね。カメラ回ってないので、ルーちゃん、奥田さんすごいっすねって言ったもん。久々に聞いた俺のことすごいとか言ってた。それまであんま思ってんかった。いやいや、思ってますよ。みじんも思って、あいつ飛ばへんなと思ってた。さっき言われたからな。9番やん、押さえて、あれぐらい上がりません？あれちょっともうアマチュアを敵に回します。いやいや違う。なドラゴンプロドラゴンプロでいいっすか。いいかい。うえよ、なんじゃそりゃ。自由時代やん。かっこいい。一緒だ。嫌われるわ。いやー、東尋坊から落としたよ。上機嫌や、俺。楽しい。確かに上機嫌や。上機嫌ですね。今日はやばいっす。口角が上がりっぱなしですもん。ちょっと進化した自分を好きっす。中弾道。一応中弾道。次は何ですか？
高弾道の守りです。おお、さすがドラゴン系プロは違う。ドラゴン系プロではない。ドラゴン系ついちゃったんすよ。ウィグル、うーん、たけ怖っ、怖っ。フックでも打ってます。すげーの、フックインテンショナルフック、インテンショナルフック。うわぁ、なんともできる、すげえ。うわぁ、インテンショナルフックもあれっすよ。あ、それ使えるんですか。へぇ、いや、めっちゃイメージしやすいですけど。おぉ、出していくだけだ。らしいですよ、皆さん。らしいです。はい、グローバーガーできたのは。そっち。それは無理や。めっちゃかっこいいよ。かっけえ。めっちゃかっこいい。フィニッシュめっちゃダサいけど。でもなんか、タイガー。あー、っぽい。全力で程度打ちみたいな、カット打ち。WGSL は打てないですね、ベードは。やだ。ダメだ。すいません。そんなことない。練習者の時。そんなことない。誰も練習せんから。ああ、かかって。打たれへんわ。まあまあ。打てないですね。いらんわな。はい。ベードはいらないです。いまだにアマチュアでベードが打つとかどうとか言ってるやつって、ほんま。大丈夫と思う。いや、ほんまマジで どっちでもいいから、まず片手ぐらいなってから言うやと思う。ドロー一本でプロゴルファーなってるやつもいいと思う。そうですね、マツさんもドロー一本で、マツさんもドロー一本で、ドローしか打てないですよ、むしろ。もちろん、もちろん誰のことはやったらと思う。ドロー以外なの打ってたら怒りますよ。そうそう、怒る、怒られて叱るべきです。勝手なことやるんやったら、何やと何なんだろう。勝手なこと言ったでやるよ。はい。もう一人伸びひん、はい、伸びひん、はい、で俺のせいからでも困るよ。まあ、お前めっちゃうまい。あかんあかんわ。すげえっすね。